カフェのコーナーです。今週は新型レボーグの一部グレードに搭載されているアイサイト X について詳しくお話を伺います。ご紹介いただくのは太田50号店の角保正也さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですが、角保さん、今週はアイサイト X についてということですが、どんな機能をご紹介いただけるんでしょうか。はい、今回はフルモデルチェンジ後のレボーグに新たに追加された高度運転支援システムをご紹介します。高度運転支援システムですか。では早速教えてください。はい、新開発の高度運転支援システムは衛星や GPS、 高精度地図データを活用したシステムです。衛星や GPS ですか。これを活用するとどのようなことが可能になるんでしょうか。準天頂衛星みちびきや GPS が車の位置を正確に捉え、さらに 3D 高精度地図データがその先の道路を把握します。快適なレーンキープを実現しながら、初めてで知らない道でもカーブ前で減速したり、疲れる渋滞時のハンズオフ走行をアシストするなど、高速道路においてかつてないほどの安心で快適な安全運転をサポートしてくれます。ロングドライブをされる方にはぴったりな機能です。それはいいですね。通ったことのない高速道路の運転は不安ですし、緊張しますしね。安心で快適な運転をアシストしてくれる機能、詳しく教えてもらってもよろしいですか。はい、一つ目はカーブ前速度制御と料金所前速度制御です。減速が必要な急カーブや料金所を事前に車が把握し、適切な車速に制御することで安心な運転支援を実現します。なるほど。高速道路の料金所前の減速が苦手という方もいらっしゃるかもしれませんね。それを車が操作してくれるというのは便利ですね。そうですね、まだまだございます。2つ目は渋滞時ハンズオフアシストと渋滞時発進アシストです。小刻みな操作で疲れないように、渋滞時のハンズオフ走行と再発進をアシストしてくれます。一定の条件を満たすとステアリングから手を離すことも可能ですので、渋滞時のストレスが飛躍的に軽減されると思いますよ。高速道路で一番疲れるのが渋滞時のアクセル・ブレーキ操作ですよね。これまでも追従機能はありましたが、停止後はアクセル操作を行う必要がありましたよね。ドライバーの操作なしで再発進し、しかもステアリングから手を離しても良いというのは楽ですね。そうですね、関さん、これだけではありません。不安な自動車専用道路でのレーンチェンジを周辺車両を検知しながら滑らかにアシストしてくれる機能もございます。運転のうまいドライバーのような安定した車線変更もしてくれますよ。これはとても助かる機能ですよね。どのように使うんでしょうか。はい、自動車専用道路での高速走行時、ドライバーが方向指示器を操作し、システムが作動可能と判断するとステアリングの制御をして車線変更をアシストしてくれます。なるほど、高速道路での車線変更はスピードが出ていますし、怖いと感じる方もいらっしゃるかと思います。それを方向指示器を操作するだけで車線変更が可能ということは、もっと遠くへ出かけたくなりますね。そうですよね。ここまでアイサイト X について紹介してきましたが、アイサイトはあくまでもドライバーの判断を補助し、事故被害や運転負担の軽減を目的としています。アイサイト X の認識性能、制御性能には限界があり、自動運転装置ではありません。運転にあたっては常に周囲の安全と自社の動作を確認してください。そうですよね、運転はドライバー主体であるということを忘れてはいけませんね。ドライバーが快適に運転できるようにサポートしてくれるのがスバルの高度運転支援システムアイサイト X ですからね。ここを間違ってはいけませんね。はい、紹介した機能を使用するには条件がございます。詳しい機能の詳細や条件の詳細は店舗スタッフまでお問い合わせください。新しい機能を生かすためにもぜひご確認いただければと思います。カフェのコーナー、ここまで新型レボーグの一部グレードに搭載されているアイサイト X について太田50号店の角保さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。